始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレバック工場のアンデです。今回はこちらのトロールコースで遊んでいきたいと思います。トロールペロのタントロールなんかもうとにかく騙してやるぞっていうね、強い気持ちを感じるんで、俺は言わせていただきますよ。お前ごときじゃ俺は騙せないぞって。ありがとうございます。さあ言ったからには騙されない、それが俺の宿命。なるほどね、もうこういうことよ。ほい、オッケー。このパワーブロックは一応持っておきます。なるほど、早速三択を迫られるわけか。下、真ん中、上、どこ選びますか。俺は上ですね。ここしかありえない、ここしか勝てない。ほら言ったでしょ。やべ、ぶどすいた。とりあえず上は合ってたっぽいわ。とりあえずこの上に行きます。で落ち着いて、で多分ここは死ぬんで、ここですね。はいはいはい、アンチはこういうことよとバカじゃねえ方だな。オッケー、行きます。ここからが、ああ、お前もいるんですね。はーい、わかりました。だからまずここを青にする、で飛ぶと度数が変えてくれる、そういうことよ。はい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 、行くよと。これはいいのか、純粋に。まあいいや、純粋に倒します。何も考えない、ここは考えません。問題はここからよ、こいつを叩く。オッケー、戻ってきました。とりあえずとりあえずこいつらを倒すじゃないですか。こうやってオッケー倒した。これ叩くか。いやー、叩かない。ここあえて変えてくれる何かが。何もいねえ。よし、じゃあ叩いていきますよ。こうこう Z。 あっ、嘘、バカだな俺は。俺はいつもそうやって騙される。なんでここ Z なんだろう。はい、いやー、どうする、上か。しかしこのドッスン怪しくない。てかなんかあれじゃない、トロールコースの割に騙されてないと思ったけど、これはマジに上だ。いきます。オッケー、ナイス。でここでいいのかな。さあ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 、この先に何が待ってるのか。もうゴールなんじゃないでしょうか。ゴールが楽しみだ。うぐうぐうぐうと言わせていただいて、さあマリオの見てください、この華麗な歩き方。まるで赤色のランウェイを歩いてるような、この右と左の手の振り方、素晴らしいとしか言いようがない。さあさあ、本当に何もないぞ。上になんか見え、あら、ゴールだ。本当に本当にゴールじゃねえかよあれ、なんか騙されたっていうよりか、俺が勝手に死んだって感じなんだけどやった、タイム更新だ次このコースで遊んでいきたいと思います。挑戦状、一つのボタン、 P スイッチの使い方が鍵ってコースですね。え、どういうことなんだろう、 P スイッチを使うって何が。挑戦状、一つのボタン、ユードン、ミュードンさんのコースですね。さあ、なんだ、この P スイッチを持っていけばいいのか、とりあえず。なるほどね、持っていきます。はい、持ってってスピンジャンプしつつ。さあ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 、これ投げて。お、なるほどね、ここで P スイッチをうまく使うことによって、ギリギリ前とか、1、0、うん、お初手にしてはだいぶ惜しくない。わかってしまいましたと。ここまず持ってきます。この P スイッチ来るのを連発入れる。で、ここで投げて、こうする。こうすることによって、多分今、マリオが気持ち早く加速したんで、これでもゴールでしょうということで、ゴールできないんです。でも俺こいつの踏み方だと思うな。どうだ、これでいけるんじゃないか。この踏み方で奇跡的に加速したとか、その可能性はなきにしもあらず。高杉晋作見てるか。ショージャンピースチャレンジからの、お、見てみんな、これこれだ、絶対これしかない。こんなもう見るからにこれですよみたいな流れ。おっそこれ逆にですよ、これ逆に何もせずに普通に走ったらどこで止まるのかちょっと気になるよね。それが分かれば加速してるかしてないかの違いが分かるはず。あら、これ何も持ってなくても変わんないな。今の上手くない？今の投げて空中で P スイッチを踏む、これで何か変わったとしかもう言いようがない。頼む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 。あ、え、でもそうっぽいな、そうっぽいな、そうっぽい。なるほどね、これ持つ、投げる、飛べ、踏め、オッケー。これで今ちょっと前に加速したはず。見ました、今ちょっとマリオが前にフィッ行ったろ。これは来た、絶対来たよ。お前に投げる、絶対来るけど俺も死にます。いや、今なんか気持ち早くなかった、てか前になんかスイッて飛ばなかった。これ行った、やっぱり。え、今なんか前にスイッて言いましたよね。うわ、え、これだいぶ早いんじゃない ?9.1 ぐらいで行った気がするんだけど、どう？うわぁ、タイム更新。やった。じゃあ次のコース行きます。どうぞ。
じゃあ最後これで遊んでいきたいと思います。幅跳びを信じろ20 seconds。 3つのルートがあります。ぜひ全てクリアしてね。いやごめん、一つだけクリアするわ。なるほどね、三つのコースがあるスピランってことか。幅跳びを信じろ、20 seconds。 わかった。じゃあ俺はもう逆に幅跳びしかしないわ、今回のジャンプで。なるべく幅跳び重視。幅跳び信じてる、お前を愛してる。 I love 幅跳び、 I love 幅跳び、 I love 幅跳び、 俺は好き、幅跳びが大好き。大嫌いでお前なんて、本当にもう本当にやめてほしい。もう本当に出てこないし。とまあ俺と幅跳びの中に亀裂が入ったところで、なんかこれミスったんじゃない、なんか愛してる。やっぱお前しか勝たねえな、幅跳び。愛してるよ、本当に最高だよお前ってやつは。さあなんだこれは、幅跳びしちゃうよ、幅跳びしちゃうよ。おーい幅跳び。あらよいしょ、日本の夜明けは明るいぜよ。おいしょ、坂本龍馬の名言を言いながら進んでいく今回のスピランのコースで実況させていくからの声たりはこれなんで。はい、マリオ選手、マリオ選手実はよし死んだと思った人、正直言ってあげてください。俺はマリオ。はい、気分を変えてこれジャンプやって壁キックからの幅跳び、幅跳び、うーん、チェストオッケー、気分を変えて左ルートを選択しました。さあ何が待ってるでしょうか。なるほどね、ここも幅跳びしかがたん、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 幅跳び、早く2秒しかない、ゴールお願い。何まだあるの、幅跳びしかがたん、幅跳びしか、負けん。ウィヒ、オッケー集中、ウィヒ。オッケー、下ルート戻ってきました。このウィッフィーゾーンもプロ。ウィッフィー。オッケー、ナイスウィッフィー。やべ、落ち着け。やべ、2秒しかない。いけるか、俺。オッケー、2秒ゴールイン、ありがとうございました。じゃあ、今日の動画はこれで終わりたいと思います。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方もあってますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。